皆さん、こんにちは。マダルゲルビジです。では、今回は、ハーツ・オブ・アイアン4カイザー・ライヒ、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。カイザー・ライヒは、第一次大戦で、ドイツが勝利していたという、まあ、仮想のシナリオのもとに進行する元になっています。前回まで日中戦争、すでに勃発していてですね、序盤苦戦をしていたんですが、海兵隊を海南島に上陸させることによって戦況が一変。ご覧のように、大半を帝国軍、そして、法典政府が支配するに至っているという状況です。今回は残っている、まだね、統一戦線を形成している独立政府、これを撃破して日中戦争を完全に終わらせていきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。まあ、いろんなところで戦いが起きてはいるものの、すべての戦線で現状有利にことを運べているというところになってきているかなと思いますので、まあ、このままですね、確実に勝利をものにしていきたいというふうに思っています。日中戦争終結した後の動きもね、そろそろ考えておきたいなと思うんですけども、まあ、法典政府、大した活躍、現状もしていない中、これだけの領土を領有しているというのはね、ちょっと納得しがたいなというのもありますからね。まあ、いろんな、局面を考えていきたいというふうには思っています。で、国家方針ですけども、こちらの国家総動員法を、まあ、採用していきたいと思います。軍事工場の建設速度プラス 20%、これめちゃくちゃ今欲しいので採用します。アメリカの内戦、未だに続いているようなんですけども、ここに来てですね、アメリカ、労働組合連盟。これが崩壊しそうだというニュースになってますね。まあ一つはカナダが介入してきて、北からカナダ、南から日本が支援しているアメリカ連合国に挟み撃ちにされているっていう状況ですかね。アメリカ、西岸国が大きくなっているのは、このマップ上からは見て取れます。まあアメリカ連合国にね、あんまり肩入れできる状況でも、現状日中戦争まだ続いているのもあってできていないんですけども、できればもう少しアメリカ連合国にね、勝ってもらえるような、まあ、そういう動きしていけたらよかったのかなというふうには思っています。で、生産ですけども、海軍の造船所に回していた鉄を陸軍の装備に回したくて、少し生産を抑えていたところあったと思うんですけども、生産状況をですね、改善させています。これによって海軍も再び増強という形に持っていきたいと思っています。はい。まあ、戦争ばっかりのニュースが続いていましたが、ロイヤルウェディング。まあ、こういうイベントも起きてますね。僕が結婚したのは30歳、ちょうど30歳になった時なんで、もう8年前ですね。何度か動画の中でもお話したことあるかもしれませんけど、まあ、いわゆるディズニーウェディングというやつでですね、ミッキーとミニーとドナルドとデイジーに出てきてもらった、まあそういう、今となってはだいぶお金を使ったなという感じがするんですけど、そういう結婚式しましたね。さあご覧いただいている通り、チベットがもうすぐ、完全に消滅して、おそらく降伏してくるんじゃないかなという状況です。バグンバツに関してももう風前の灯火。新政府に関しても一度もう降伏させてるんですけども、その後モンゴルで再興してきたんですが、これも撃破目前というところまで進行してきています。このまま陥落させていきましょう。はい。チベットが降伏しています。これで残っているのがバグンバツだけですね。これも早々に降伏させに行きましょう。ヨーロッパの方ですが、オーストリアが降伏というニュースが出てますね。ウィーンが陥落しています。これドイツが敗れるの時間の問題ですね。なので、このあたりでイギリスやフランスに対して外交で親善を送っておきましょう。もうドイツに関しては見限ってもいいかなという頃合いですよね。そうなるとこの後ドイツ領、東アジア、この辺りに進行するというのと、あとはガラ空きになるであろう、
太平洋の各諸島ですね、この辺りも占領の対象になってくるのかなというふうに思いますね。ドイツ領東アジア、まあ、これは、取りに行くというのを前提にプレイをしていきます。はい、完全に戦争終わりました。日中戦争事実上終結というところですね。では戦勝点使って、領土の割譲要求していきましょう。まあ、鉄なんかも欲しいですし、この後ドイツ領東アジアなんかの攻略も視野に入れた場合、公衆連合のあたりは欲しいですよね。まとめて全部欲しいなって、まあ、そう思っちゃいます。もちろん地続きである方が軍は移動しやすくて圧倒的にいいので、この海岸沿いは取っちゃいましょうね。はい、日中戦争を終えてご覧のような状況になりました。まず沿岸中心に、そしてあとは、まあ、なんといっても資源ですね。資源が取れるところを中心に獲得しています。まあ、法典政府もだいぶでかくなりましたけど、まあ、法典政府が持っている資源っていう意味で言うと大した資源ではないので、まあ総じて日本に有利な内容になったのかなというふうには思っています。まあ、あと沿岸もね、抑えて港も抑えたというのも大きいですし、まあ、北京とか、まあ、そのあたりの大都市ですね、そこも完全に手に入れることができましたので、まあ、この北京や天津、ここの国境付近と、あとは南京ですね、そして、まあ、風前の灯火となっているドイツ、ここへの侵攻というのを視野に入れた、領土割譲ということにしております。まあ、しばらくは戦争で傷ついた国力、兵力、まあ、そういったものをしっかりですね回復させて、その後、次の作戦というのを考えていきたいと思いますので、まあ、軍をね、動かして、待機という形は取っておきましょう。それと、先ほどもご覧いただいたと思うんですけども、まあ、なんといっても、ドイツが危なくなってきているよというのがあるので、まあ、そのドイツが、まあ、崩壊した後の動きという意味でですね、海兵隊なんかは、展開を開始して太平洋で戦えるように準備を移動準備完了、開始していきたいと思います。はい、イベントですね。中国の運命ということで、法典に、まあ、一部の領土を、まあ、譲渡するのかどうかという話ですが、こんなのはもってのほかですね。法典は大した戦果上げることなく今の状況を取っているっていうのがありますからね。ここは法典との激突というのも辞さない構えでいきましょう。はい、占領地に対する警護度ですね。まあ、戦争中序盤で領土を獲得していた地域に関しては警護度がもうだいぶ高くなってきてるんですけども、日中戦争終結後に新たに領土を割譲させたところは軒並み一桁台と、まだまだ、警護度が低い状態ですね。警護度を上げていかないと、そこから吸い上げられるいろんな資源関係が、十分に得られないというのがありますので、まあ、時間をかけながらということになると思うんですけども、警護度、ここも上げていく努力をしたいと思います。まあ、それと同じようにですね、レジスタンスの活動も警護度が低いエリアに関しては活発になっているというのが状況から見て取れます。研究の方なんですけども、禁断の核開発を開始しています。まあ、アメリカが未だに内戦状態混乱の中、この後日本が世界の盟主になるために核、これによる武装は必須ですよね。というところでですね、今回は日中戦争終結させて帝国が大躍進を果たしたというところまでお届けをしました。まあ、法典政府許すまじという思いも多少あったんですけども、
オデン政府の持っている資源って、まあ、旨味で言うとほとんどないので、まあ、どちらかというと、ドイツですね。ここに侵攻して、ゴム、これを獲得したりですね、ここにある石油、オイルですね、これを獲得したりという動きに変えていきたいかなというふうに思います。まあ、マレーシアなんかにもね、鉄資源豊富にありますからね、ようやく海軍が日の目を見る、まあ、そういう状況になるのかなと思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回、この続きをプレイしていきたいと思います。